サノバウィッチグアンパーということで、紬ルート15回目、じゃあやっていこう。チャプター6の5からだね。はい、アツマさんの子犬の話が終わってないかのところだな。で、前回、まあ、帰り道にね、デートの後少しだけ話があるんだみたいな、私もみたいな、お、これ告白来るぞというところで終わったんだよな。まあこのまま平和に行ってくれればいいんだけど、そうはいかないんだろうな多分すごい何も起こらなそうなね流れなんだけどね、なんか起こるのかな。まあとりあえずじゃあ見ていきましょう。こんにちは、あつまさん。あら、昨日のおかけの人、あやちさんも一緒なのね。ええ、昨夜は勝手に連絡先を教えてしまって申し訳ありませんでした。ああ、まあな。いいのよ、少しびっくりしたけどね。念のため、あやちさんと相談者の様子を確かめに来たのである。あつまさんは廊下の掲示板にチラシを貼っているところだった。ああ、子犬の？そのチラシは、迷い犬の飼い主探していますですか？いやー、でもチラシ作るのもめんどくさいからな。でもそこまでしてっていうのはやっぱりいい人なんだよな、結局アツマさん。ええ、預かってるこの写真と特徴、見つけた場所を書いて情報を募集することにしたの。え、もうそんなの作ったんですか？こっちで用意するべきだったんだろうけど、先を越されてしまったか。もし捨てられたんじゃなく迷っただけなら、飼い主の方はきっとすごく悲しんでるはずだと思ったから。だからまだあの子には名前もつけてないのよ。なるほど、そうですか。まあ名前つけると情が移っちゃうみたいなのもあるしね。まあいろいろあるよな。飼い主が見つかるのが一番なんでしょうね。そしてその人がいい人なら。ええ、だけどやっぱりあなたの口車に乗せられて連れ帰ったのは、うん、失敗だったわその言い方よ、口車に乗せられて。うちにいる間ずっと後を追いかけてきて、ベッドにまで潜り込んでくるし、うわ、あれだけ懐かれるとね。すみません。万一飼い主の方が見つからなかった時はどうされるつもりです？今は考えないようにしてる。おう、こんなことしてるのも結局まだあの子と暮らしていく自信がないだけかもね。あつまさんは自重するように笑うと、自称かするように笑うと階段を降りていった。他の階の掲示板にもチラシを貼るつもりらしい。やっぱりなかなかすぐには立ち直れそうにないようだ。よかったです、気持ちが少し上向きになったようですから。ああ、まあでも今回ので、まあ、少しでもね心がこうポジティブな方に行ってくれたらいいよね。まあその、まあ、相談しに来る時点で結構ポジティブではあるんだけど。そうなの？まだまだ時間はかかりそうに見えたけど、むしろ余計なことをしたかもしれないって心配してたくらいだし。いいんじゃないでしょうか、時間がかかってもいい方向へ向かっていけるなら。そういうものかな。ええ、何せこの間は勉強も何も手につかないといった様子だったんです。もう本当に思い詰めてたんだな。それがチラシを貼って回るくらい活動的になったんですから。うん、だったらよかった。でもいいの？結局かけらの回収には繋がらなかったみたいだけど。私だって別にかけらの回収だけを目的にしているわけではありませんよ。まあなまあそれだけが目的だったら、まあもう誰かで構わずみたいな感じではやってないよな。あ、この人かけら回収できなさそうと思ったらさもう、あ、ちょっとすいませんみたいな感じであしらったりするみたいなねえことも今まであってもおかしくなかっただろうけど、まあそういうの一回もなかったもんな。わかってるって。でも最近あんまり積極的じゃないみたいだからさ。ただでさえあともう少しになってからはシーバさんへ譲ってばかりだったのに。ああ、チャンスがないものは仕方がありませんよ。あと少しなんですから、わざわざ焦る理由もないことですし。だったらいいけどなんでそんな譲るんだろうな。ともか
く厚馬さんのことでしたら、あとはもう私に任せてください。いずれ回収する機会にも恵まれるかもしれませんからね。そうだね、わかった。そこで綾地さんとも別れてしまうけど、俺は窓の外に大きなカラスが止まっているのに気づいていた。おお、赤城かな。赤城、もう出てきていいぞ。こちらから中庭へ出て声をかけてやる。そう、実は俺の方から呼び出していたのだ。おお、珍しい。だいたいね、向こうからこう勝手にやってきてパザーってくるけどな。ようやく取引に応じる気になったと思ってよいのであろうな。2時間で20時間、こちらが代償を肩代わりすればいいんだったな。もうやっぱりやるんだな。なんかやる雰囲気だなと思ってたけど、やっぱやるんだな。まあでもそういう条件が出てきた時点でみたいなところあるよね。それも特別に。おう、利子なしの後払いで構わんぞ。俺が怖いんだよ。怖いよ、なんかね。まあその受けるっていうことはなんかだいたい予想ついてたけど、これが一番の懸念材料なんだよな。それっぽっちでは利子を取っても取らなくても大差ないからな。シーバさんにとって一番の悩みはやっぱり女の子の格好ができないことなんだと思う。俺に何かしてあげられること、お返ししてあげられることがあるとすれば、結局これくらいしかない。きちんと女の子らしい格好でデートすること。それも、シーバさんが空想する夢の一つだと思うから。では、早速。早いな。待て。その前に一つ聞かせてくれないか。なんじゃ？あさっての日曜日には、遊園地へ行くと聞いておるぞ。決断するにはもう時間がないと思うがな。俺はまだお前を信用していいかどうかが、わからないんだよ。だから赤城がどうして人間になりたいのか聞かせてほしいんだ。なんじゃと？おお、いや逆になんじゃとなんだけど。お前は人間のことがそれほど好きってわけじゃないんだろう。だったら不思議に思うのも当然じゃないか。シーバさんは素直じゃないからだと話していたけど、理由までは知らないようだった。おお、なるほどな。そこは直接聞いて、まあモヤモヤ話してからの方がいいか。もし話すのを拒んだり、ろくでもない目的があるのなら、やっぱり取引はできないと思う。人間が自由な生き物だからじゃ。ほう。え？予想外にあっさり、それも意外な答えが返ってきた。自分で聞いておいて、何をボケっとしておる？あ、でもなんか俺からしたらさ、こう、ね、なんかゴミを漁ったりさ、まあでもまあ誰かにこう、まあこれ、まあ人間だったら人間のね、そのゴミとかに依存しなきゃいけなくなるけど、でも、こう自由に空を羽ばたいてるカラスの方が自由だと思っちゃうけどな。まあないものねだりじゃないけどさ、人間から見たらな。いや、人間が自由って、お前の方がよっぽど自由に見えるけどな。その、自由人みたいな言い方よ。ふん。人間は鳥をどこへでも好きなところへ飛んでいける生き物と思っているようじゃからな。ああ、やっぱ違うってことか。違うのか。当然じゃ。勝手に別の群れが暮らすテリトリーへ入れば迫害される。あー、テリトリーか。まあでもなんかあるんだろうな、その犬猫とかはさ、そういうのあるのはさ、なんかこう聞いたことあるけど、そういう縄張り意識みたいな。やっぱ鳥とかもそういうのあるんだな。もちろん群れの輪を乱す行為も厳禁じゃ。言われてみればそうか。動物の世界にもルールはあるんだっけ。それにあっちはただのカラスではない。おう。人間どもが大ガラス、渡りガラスと呼ぶ、れっきとした渡り鳥なのじゃ。おお、アレキサンドロスだっけ。渡り鳥っていうあの曲があるんだけど。いや、いい曲ですよ。何の話だ。あ、そっか、渡り鳥なんだね。カラスが渡るっていうところな、なんかあんまり想像つかないけどな。なんか、ずっとさ、同じところでさ、ゴミ漁ってさ、こう、なんか同じ、こう場所に戻っていくみたいなイメージあるけどな。それで他のカラスと見た目が違ったのか。もともとこの島国へ渡ってくるのも冬の間だけ。島国。他の季節はまたさらに北の地で暮らしていた。あっちは季節が変わるたび
嫌をなく旅立たねばならん身の上だったのじゃ。へえ。それに比べ人間は違う。渡りなどせず好きな町に好きなだけとどまっていることができる。まあそうか。まあその渡ってくる理由もまあその気温とかさ、そのなんだろう、餌なんていうの、まあご飯がねこういっぱいこうあるところへみたいな、そういうのもあるだろうし、まあいろいろ理由はあるんだろうけど、どこへも行かずに住む自由が欲しいのじゃ。そっか。まあその理由も自由でいたいということね。まあ、逆にどこへも行かずに住むっていうことか。確かに人間は自分の暮らす街を自分で選べる。けど人間だってそんなに自由ってわけではないだろう。まあな。法の下の自由だな。その分ルールと責任が伴うものだからだ。どうしてどこへも行かずに住む自由なんか欲しいんだ？ちょっと変わった目的、ちょっと変わった目的だよな。人間にはわかるまい。だが、あっちにも昔、人間の友達がおったのじゃ。おう。そいつはまだ、オスのヒナでな。その、人間の友達なのじゃって言った後のオスのヒナやめて。いつもいつも、白い壁に囲まれた、消毒液臭い巣に閉じこもっておったよ。おう。え？基本的に人間というのは、あっちらカラスを忌み嫌う。餌場に仕掛けをして嫌がらせまでしてくる。そんな奴らを好きになってやる理由などないが、そいつだけは違ったのじゃ。まさかそれつむぎさんとか言わないよな。他の鳥と同じように扱い餌を分けてくれた。うん。おそらく自分の餌であろうパンくずをな。そのうちあっちが窓辺に泊まると話しかけてくれるようになったのじゃ。赤木は当時を思い出してか心なし楽しそうに笑って、あ、違うな、オスのヒナだから、だよな、つむぎさんではないよな。見た目がオスっぽい、みたいな、そういう話じゃないもんな。オスのヒナだから、そうだよね。そもそもつむぎさんって話ではないか。またも意外な一面を見せられた気がした。もっとも当時のあっちには、人間の言葉はほとんどわからんかった。だろうな。手術、おそらく、手術のことだったのだろう。それを受けるのが不安で、あっちと話していると落ち着くようなことを言っていたように思う。やっぱりその子がいたという白い壁の巣とは病院のことか。だろうな。それでどうなったんだ。わからん。わからんのかい。そいつの親鳥に不吉だなんだと言われて追い払われてしまってな。鳥ではないけどな。親な。それからはいつでもカーテンがかけられるようになって中の様子は分からんかった。だからあっちはコンコンと2回くちばしで窓を叩き挨拶をするようにした。するとあちらからもコンコンと2回窓を叩く音がするのだ。おお。最初はそれだけで満足だった。だが少しずつ少しずつ帰ってくる音が弱々しくなっていった。あーマジか。やがてあっちが叩いても返事は返ってこなくなったのじゃ。なんかきついね。まあ、赤木その時はその、まあカラスだったんだろうから、なんだろうな。そこまでね、そこに対して、思い入れみたいなのはあんまなかったのかもしんないけど、まあよくよくこう、どんどん感情とかを吸収してというかさ、まあいろいろ勉強していく中で、みたいなところあるのかな。まあ、俺たちはさ、こういうのは、うわぁ、なんか痛ましいというか、なんていうのかな。そういう気分になるけど。それでも毎日窓を叩いた。おう。しかし、冬が終わり、渡りの季節が近づいてきた。あっちら渡りガラスに、こちらの春は暖かすぎる。飛び立つ仲間に遅れては、もう二度と群れへ入れてもらうことはできん。正直、どうして返事をしてくれんのか。あっちは気になって仕方がなかった。だからもうどうしても飛び立たねばならぬというその日、2回だけではなく何度も何度も窓を叩いた。返事があるまでそうするつもりでいたのじゃ。おお。返事はあった。あった。だがカーテンを開けてそこに立っていたのは別人じゃった。いやーまあ嫌な話だよな。白い服を着た
人間のメスじゃん。白い服の、ナースさんじゃない。看護師さんの方か。おそらくことづけを頼まれていたのであろう。来年のクリスマス、またここで会おうという意味のことを言われた。おぉ。あっちはその言葉を信じ、旅立つ決意をした。だが次の年、そのまた次の年も、そいつは姿を現さんかった。あれから50年経つ。50年、結構経ったな。50年前の話だったのそれ。あ、なんかいつの話なんだろうと思ってずっと聞いてたの。50年前。あ、そう。いや、粘ったね、赤木さん。毎年毎年、あっちに羽を運ばせながら、全く約束を果たそうという気配がない。すごいな。いや、50年も経ったら大体、いや、もう50年というかもう、5年ぐらいで諦めるだろう。いや、なんか、赤木さんの執念すごいわ。お前。あるいは、どこかへ渡っていって、そのまま戻り方がわからなくなったか？まあ、そうだね。サンズの川の向こう側行っちゃったんだろうな。ともかく、あっちも人間になりさえすれば、もう人間に追い払われる心配もなかろう。そしてあいつを見つけ出し、文句の一つも言ってやるつもりじゃ。出ないとあっちの気が済まん。赤城にはまだアルプとして動物的な部分が強く残っている。まさかわからないのか。どうしてその子が二度と姿を現さなかったのか。仮に存命だとしても50年、その足跡をたどるのは容易なことではないだろう。まあ生きてたとしてもね。そのためにもあっちは早く人間にならねばならん。人間の寿命は短いからな。ここまで努力をしたのに水の泡となってはかなわん。まあそうだね。まあでもカラスもそんな長くないけどな。だからあっちは少しでも早く、たくさん心の力が欲しいのじゃ。小僧、お前が取引に応じるならば、あっちは余分に心の力を手に入れられる。紬は一時的でもメスの格好ができるようになり、お前も心置きなくデートを楽しめる。みんなが得をする。悪い取引ではないはずじゃぞ。なるほどな。ああ、シーバさんの言う通りだったのかもしれない。赤城はバカでわがままだけど悪い奴ではなさそうだ。まあな。まあバカ正直というか。まあ確かにな。上がった。取引に応じよう。俺もデートを思いっきり楽しみたいからな。最初からそう言えばよいのじゃ。取引成立じゃな。赤城が手を差し出してくる。だからこちらもわだかまりを捨てそれを握ってやる。今ここでやっていいの本当に。なんか今ここからその制約が始まっちゃうとかだとなんか結構だるいことになるけど大丈夫？わっ、なんだ。契約の証じゃ。まさか仲直りの握手だとでも思ったのか？いやそうじゃないけど、勝手に俺が友達になれそうな気がしてしまっただけか。おお、友達に。星野くん。あって、俺赤城も一緒だったの？いや、タイミングよ。そこでタイミングよくシーバさんがこちらへやってくる。シーバさんこそどうかした？あ、私もアツマさんの様子が気になってたから、アヤチさんと見に行ってくれたんだよね。ああ、それなら大丈夫そう。かけらを回収できるほどじゃないみたいだけど、少しだけ前向きになってくれたみたい。そうなんだ。よかった。それより紬よ。もう単刀直入に行く？もうこれ、この事実を言っちゃう？特別にデートの日2時間だけメスの服を着ても平気にしてやってもよいぞ。本当に？小僧に吸収された心のかけらは順調に返ってきているようだが、まだまだ足りぬ。それをなじっておったところじゃの。ここは口裏合わせですか？ああ、まあ。取引のこと、ちゃんとシーバさんには内緒にしてくれるつもりらしい。ええー。でもなんかバレそうだと思うけどな、後々。この機会で一気に回収してしまうがよい。それには、可愛くなった紬を見せてやるのが一番じゃろう。おでも、2時間だけでも代償を止めるなんて、
そんなことしても平気なの？後で大きな利子を払わなくちゃいけないとか。まあ払うのは修士くんなんだけどね。あとあとね、まあ利子はないけどね。だから特別じゃ。心配ない。小僧の心の穴さえ埋めてしまえば、それ以上の利益があるのだからな。いわゆる先行投資というやつじゃ。赤木。まあ、よかったんじゃない？せっかくだからさ、ほら。買ったのに着れなかった服があるんだよね。それを着てきてよ。俺、楽しみにしてるからさ。星野くん。うん。ありがとう、赤木。あ、こら、つむぎ。いきなり抱きつくのではない。だってもう、諦めてたんだもん。おかげで理想通りの、夢に描いた通りのデートができるよ。ありがとう、ありがとう、赤木。おー、夢に描いてた？なんかあったんだな、理想が。まあでもやっぱつむぎさんロマンチストなところあるよな。まあ、修士くんも修士くんだけど。あっちもつむぎには少々世話になっておるからな。本当に特別なんじゃぞ。わかってるよ。わかってるから本当に感謝してるんだよ。まあ実際に代償を肩代わりするのは俺だけどな。まあな。けどここまで喜んでくれるならやっぱり取引をしてよかった。たった20時間。我慢するだけでいいんだから。まあ、20時間って結構相当だけどね。うん。まあ、その、内容によってはな。だって、その、女装するっていうことじゃない可能性もあるわけでしょ。これこれ、もう話さぬか。あっちはそろそろ行く。学院というのは、部外者がいると目立つものじゃからな。ああ、そっか。小僧も、紬のことは任せたぞ。ああ、任せてくれ。赤木は、どこか満足そうな笑みを浮かべると、カラスの姿に戻って飛び去っていった。ひょっとしたら、だけど、あいつにとって、この取引は純粋にシーバさんのために考えたもの。なんて、さすがにそれは買いかぶりすぎか。おう。よかった。あさっての遊園地、楽しみだね、星野くん。シーバさん、すごいニコニコしてるよ。お前もだ。はははとか言っちゃってるぞ。鏡があったら見せてあげたいくらい。もう、だって仕方ないよ。本当はね、ちょっと不安だったんだもん。おう。あさっては、私にとって特別な日になるはずなんだよ。なのに、いつも通りじゃ、ちゃんと特別な気持ち、星野くんに伝わらないんじゃないかって。気持ちな？そんなことないよ。ううん。私、結構わがままなんだよ。100の気持ちは、ちゃんと100分かってほしいんだもん。そっか。じゃあ、100伝えるためには、ま、しなきゃいけないことがあるだろうな。いろいろとな。そのうちの90とか。うん。うん。99でも不満に思っちゃうかもしれない。けども、そんな心配しなくていいんだよね。ああ、2時間の制限時間付きだけど、きっと特別な2時間になるな。なんだかシンデレラみたいだな。私、童話のお姫様にも憧れることあったから、おう。あさってはたくさん夢が叶いそう。もう夢見る少女じゃん。いやー、てか、つむぎさん、ほんとなんかそういう、なんだろうな、なんか童話じゃないけどさ、そういうのも、やっぱ憧れ、あ、なるほどな。まあでも、まあこういう制約があるっていうのもあるけどさ、まあいろいろあったんだろうな、本当に。星野くんが叶えてくれるんだよね。あ、俺も頑張るよ。さすがに王子様なんて柄じゃないかもしれないけど、最高の初デートにしような。はい。チーバさんがはにかむようにうつむいてしまう。星野くん、ふつつか者ですが、うん、日曜日はよろしくお願いする。早く結婚しろ。明日を結婚記念日にしよう。じゃあ、こちらこそ、シーバさん。いよいよ待ちに待ったシーバさんとのデートだ。
魔女の代償、シーバさんの負担を少しでも分かち合えるのが誇らしかった。今なら、俺も自信を持てそうだ。相変わらず、ろくでもない失敗をしないかと不安になる気持ちもあったけど、それ以上に楽しみで楽しみで、待ちきれない気持ちの方がずっとずっと大きかったんだ。まあ待ちきれないわな。はい。サノバウィッチ。ということで、じゃあ今回はここまでにしようか。ちょっと早めだけどね。当日になるのかな。おー、チャプター7の1入った。はい。まあ今回は赤木のお話っていうところだったね。まあただやっぱその制約怖えな。まあなんだかんだやっぱ制約怖えけど、まあやっぱ受けたんだね、取引。まあその、後払いみたいなさ、また今回もね、そのシーバさんみたいなパターンで、ね、20時間のやつを、こう、後払いにしてもらえたんだけど、まあどうなんだろうな。まあでも、赤木さんの話は、結構なんだろう、なんかバカみたいな話になるのかなと思ったらさ、結構まともなんつったらいいの。なんかちゃんとした、こう、ね、話というか人間臭い、こう自由を求めるような話というか、なんかそういう感じで、なんか面白かったな。はい。なんか、結構まともじゃないと。なんか赤木、ね、やっぱ序盤こそ、なんかおかしいやつだなって、なんかさ、え、これ、別ルートの赤木とちょっと違わないかって思ったけど、まあまあまあ、やっぱりそこはちゃんとしてたんだなっていうね、感じだったな。なるほどね。まあちゃんと目的があって、まあ今こうアルプとしてね、人間になろうとしてたと。まあただ50年はちょっとな、50年はもう無理やで、それは。よく頑張ったな、50年もな、本当赤木は。はい、ということで、じゃあ、次回。もうね、はい、もう当日よ。イチャコラするんだろうな。じゃあ次回、イチャコラ回、お楽しみに。バイバイ。